藤川さん、ボルトのチャットサポートが便利なのは知ってますよね。もちろん、はい、今日はですね、その便利なチャットサポートを体験していただこうと思いまして。体験？はい、ボルトのチャットサポートはですね、質問や相談を送ると素早く解決策が送られてくるので、今日は私のことをですね、ボルトだと思ってもらって、水川さんのこうお悩みをですね、聞かせてください。ここに悩みを書く。はい、悩みを書いていただいて、僕のこともボルトのチャットサポートだと思って。ボルトのチャットサポートほど信用できるの？五分五分ぐらいちょっと楽しみだな。悩みとかなさそうだけど、なんていうの、リアルタイム、今、はい、本当に悩んでること。いやいや、もう本当に悩んでってくださいよ。それを解決しますんで、ぶつけるね。はい、お願いします。書けましたか？書けた。はい。今日の撮影が早く終わりそうなので、夜ご飯の献立の悩み。あー、確かに今日の撮影がね、ちょっと巻いてるんですね。はい、ですね、今リアルにね。解決させちゃっていいですか？解決してくれんの？いや、もうだから、あさみちゃんが、うわ、それ、あ、それだ、それだよっていう動画出ればいいってことでしょ。そう、そうだね。いや、もう全然、もう一発でビシッといきます。いや、聞きたいですね。もうこれしか出てこないですね。ほんと？いいですか、言って。はい、お願いします。あさみちゃんの今日の夜ご飯の献立はシュウマイです。なんでなんでなんでシュウマイなんですか？理由は聞かないでください。自分が食べたいんですよ。違う。絶対そうだよね。今自分が食べたいもので解決したんですよ。いや、シュウマイって言われてあってなったでしょ、絶対。まあ確かに。シュウマイもいいなと思うよ。ちょっとからし醤油で食べたいなと思った。美味しそうだね。でしょ？解決しましたか？解決しましょう、じゃあ。解決しましょう。はい、水川ウォルトいきます？水川ウォルトできますよ。本当ですか？田中ウォルトよりもすごかったらごめんなさい。はいはいはい、よろしくお願いします。じゃあちょっと今と、今ともう代々の悩み、どっちがいいですか？ちょっと待って、そんな代々の悩みを解決できるかな。私は今だったらじゃあ代々の方にしよう。代々のでいいですか？わかりました。すごい重いの来たらどうしよう。はい、お、できました。はい、僕のもう代々の悩みです。いいですか？はい、どうぞ。じゃじゃん、手足の冷え。これはもう本当もうずっとだとなんですよ。はいはい、手足だけもうキンキンになるの。あ、そう。キンキンで、まあ普段は意外普通なんだけど、本当冷えた時のキンキン具合が本当半端なくて、まず朝ね、活動ができないのよ、冷たすぎて。だからまず一回解凍するわけよ。凍ってんの？いや、もうほんと凍ってるって言ってもおかしくないぐらい、ほんとキンキンなの。なんで？で、お風呂入って、で、一回解凍して、最近はちょっとさすがに朝そんなにこう毎回解凍するよりちょっと寝たいなっていうのがあるじゃない。だからすっごい厚い靴下とか履いて、マジ？寝るようになっちゃった、ほんと最近。うわぁ、かわいそう。悩み解決しましょうか。はい、お願いします。これは、私がそっとポケットにカイロを忍ばせておく。じゃあ、この後着替えて私服になったら入ってるのか。入って優しいかよ。優しいかよ。それ解決しそうだわ。そうでしょ。ありがとうございます。まあいいですよ。ボルトのチャットサポートは、友達とチャットする感覚でいろいろ聞けます。ボルトのおもてなしをぜひ体験してみてください。